お待たせー。どうも、トランジット原残しです。そして、どうも、トランジット新田です。よろしくお願いいたします。さあ、始まりました。トランジットの、どこでも、ラウンジ。いや、楽しそうやけど、ムカつくわ、本当に。え、合ってる楽しそうやけど、いい楽しそうやけど、人に迷惑かけてますよってことを言いに来ました。 <laughs> うん、言いに来ました言いに来ましたもうこれだけ言ったらもうかも3分で終わります収録は嘘やろはい嘘それだけ伝えて許可えるんやうんその己は楽しいかもしれないけど後ろ見てくださいとえ大渋滞ですまたなんかちょっと車系か <laughs> あなたはすごくノリノリでいいかもしれませんけども見てくださいと一本道ですよっていうところを言いに来ました一本道はい何を隠そう国道ですわ <laughs> そこは。いやいや、まあまあまあ、別に国道。まあ、大体の道は国道ですわ。<laughs> うん。で、道、車運転してました。えらい遅いです、前の、担当が。タントが軽が。担当やったえらい遅い。何してんのこれ、と思って。うん、で、俺も別に、その、せ、その、なんていうかな、煽り運転とかをしたいわけじゃなくて、ね、ちょっとあの、急いでますとみんな、うんうん、後ろい、一、一車線しかないんだからと。法定、うん、速度60キロです。はい。 謎の40キロぐらいです<ー>、うん、だから要するにそれの1 0ロか2 0キロ下で運転してたのよ。うんうん、でえ何をしてんのこの人と思って売っててで10分ぐらい我慢したら2車線に伸びたんです広がったんです道が。でぶわって行ってそこはちょうど信号でした。うん、で止まってえちょっとんどういう人これってご、うん、年配の方でほんとギリギリ運転されてるのかうん、うん、どうかなと思って見たら。 20代女子がノリノリで踊ってたんですよ。ああ、なるほど、ね。運転しながら。そういうことか。ノリノリで、しかも、あの、分かる例えば、手だけで、まあ、すみません、これ、ラジオなんであれですけど、うん、顔の前とかで、こう、こんなんとかじゃなくて、うん、もう、この、肩入れて、<laughs> でも、もう、バンバン踊ってるんですよ。で、え、その、で、バウンディングとかしてる、車も。肩入れるってない。肩入れ、だから、サイドブレーキ踏んでるから、赤だから、もう、手離していいんですよ。 たまになんか突然マイクが現れたりしていやマイク現れてその手でしょいやじゃあ突然踊ってる時はパーなのよ手が <laughs> で急にグーにしてマイク持つけど <laughs> どっから出てきたそのマイクってい,いやの別えど,どこからそのマイクはってめっちゃ見てんなお前もスタッフが写しこの渡したんかぐらい踊ってるんですよ <laughs> めちゃくちゃでその車線だけその後も渋滞あも,うもう俺の方はブーっていくけどもでそみんな俺の方にずれてきてずれてきてみんな見ながら か彼女の踊りを。そういう楽しんでるパターンね。いや、歌うとかさ、か話を楽しむとかならまだれ一<ー>人よ、その子。一、うん、人の。あ、一人えっと、一人って言ったら、運転手って一人。ソロソロで踊ってんの誰も一回もってないぞ俺、友達がいると。助手席にね、おるもんやと思う。誰もいないって、運転手だけ。ソロコンサート ?20 代前半、茶髪のソロコンよ。 茶髪 <laughs> のソロコンってもう肩入れてあそれすごい何かさ,さ誰か乗ってたら止めるじゃんだってヤバいやだから一緒にノリノリでやってたんだろう違う一人でもう肩入れて踊っててそのバーンとかで当た,当たってるの天井の手とかもその。<laughs> 何ここなぶんあの踊りで誰か当てたいんですけども結構激しめだったから特徴的な人なんだねいやアイドルっていうよりかは K−POP とかあーそっち系やなそっちじゃないかなと思うけどもう,もうとてつもなく踊ってんの中でうわああれなんじゃない TikToker とかなんじゃないのいやでもあの俺びっくりしたのがそういうのってなんか見ながら踊るとかあるよ、うん、な真っすぐ前だけを見て踊ってんの、えーえー、でなんかちょっとその振りに合わせてその目とかもちょっと散らして それ見ながらこう踊るとかじゃないのもう画面見ながらとかじゃなくてっすぐガラスだけを見て踊ってる運転手すごいだから運転中とかもだからそのこと考えてノロノロ走ってるってこといやいや考えて踊ってんの運転中もで,で「会うな」って言ってちょっと見てやろうと思ったら運転中も片手で運転手片手で踊ってんのあ,あ,あ俺こいつの踊りに10分付き合わされたんだと思ってああそれはすごいなかなかな、ね、いや俺本当もう速攻でメモしたの絶 <laughs> 対文句ってやろうと思って イラついて本当に。タント、バカじゃねえかた。タントは高さあるから伸ばしやすいの手が。何色のタントやった？別になんなんかね色は多分白。<ー>シンプルなやつやった。 古くないこれっていう車だったフル担当フル担当何やフル担当って小担コタン当でしたっけタン当なん担当やったから最新モデルは聞いたことあるびっくりしましたホ本当聞いてたらやめてくださいあれ本当にすごいでも一人でやってると結構すごいよねやわけわから涼しい顔して見えてるしね普通にバチだからどっか行ってたんでしょバチ化粧も決めてでも大音量で流してたから気づいてないんやろうね後ろの車とか窓開けてから聞けばよかったの音楽まですごい ただ漏れてきとうはずやろそんなでかい音やったらそ,ううそれかもう無音でひたすら踊ってるだけの可能性もあるよね <laughs> そっちは楽しいやろうけど自分たちいや一人にちょっと衝撃を受けすぎたなあまりにいや俺もだ,だから驚いたの何してんのこの人、ね、で俺めっちゃ見たのよ何をしてんですかって、うん、で線ギリギリまで車行って、うん、あの ちょっと前方から見てやろうと思った横じゃなくてそれでも気づかんの全然見てないんやあなたと目が合ったわけじゃんいやあったと真っすぐ前だけお客さんだけ見てるかいやお客さんこの前のお客さんって誰だガラスの埃じゃないイラつくわであなた目合わせれずいや威圧できず威圧できずまあ別にこっち見られてもすぐ変なと俺も向くけどさにらみつけんし別に一旦威圧する俺。んね一旦見らんとあれはひどいわ まだまだ止まってんじゃないあそこらへんいねイラ陽気陽気やね国道で運転しながら踊ってるあんたはあんたのことやぞマジで陽気女子だからなんなら車の中で聴いてる可能性もあるからねどこでもらううちわマジでマジリスナーの可能性あるからねマジ遅れそうになるけんねそういうの現場いやそういう時に限ってねあるんよねギリギリの時に限ってなるみたいなのはあるそうにもなるほどね今回は20代女子そうもういい加減してって本当に茶髪うん 茶髪、あの化粧バチバチ。ギャルだ。ギャルやろう観客誇り。ああ、ギャル。ほら、もう可愛い、なんか俺、ちょっと可愛い子持ってきたぞ。可愛くねえわお前。三車線やったら、踊って一番左で。お一人。一車線の真ん中で踊るのだけやめてほしい。うまじゃ、ルールはね、車の中で踊っちゃいけないとか。いや、両手離したらダメだろ。絶対にハンドルから。ひらつ。ひらついたわ。 ただ届いてますよ今回も「怒りのメロディー」えー、聞きますいや大丈夫です <laughs> 大丈夫とか言うなよお前毎回怒りのメロディー送ってくれてるんやから聞きます桑田佳祐さんからいただきましたえー、今日も3つですねはい、えー、その1入場前に買ったポップコーン完全に焼けてなくて粒が空いてなくてガリガリ、うん、私は家畜じゃないぞ、うん、えー、その2 後ろの方の席の人が上映中にビニール袋をずっといじっててあいや、ね、ガサガサうるさい、うん、えその3メールの着信のバイブ音がうるさい数分ごとになって腹が立つ、うん、誰と辺りを見渡すと隣の嫁さんだった。 ひどい落ちよ。ひどい落ちとか嫁さん落ち。ひどい落ちよ。嫁さん落ちよ。お前いいやん今日危ねえ。その前に俺が暴落する人とはどうする？危ないよね。本当に。着信のバイブオンとか気になりだしたら止まらんから。まあでもビニールだけっすね。俺が怒りたいのは。あそう。着信のバイブオンはいいですか。だって親族でしょ。責任取ってください。親族でしょ。これは奥さんやからいいってこと。そうそうそう。あそういうことね。あとバイブオンてでも。 そのルールにはのっとってるもんねだってまあまあ別にマナーもまあでも一応電源切らないかんからねああなるほどその映画館の上映マナーとしてはでもさどんなシーンとした映画やねんっていうのと、うん、どんだけ映画に集中してないねんって言いたい俺ペースケさんにあその2個 2> 関西弁で言いたい、うんうん、気にならないよバイブ音とかだってまあね確かにカシャカシャはダメもうこのビニールのカシャカシャは論外お前が探しおるう,う,うちにねその映画の中身は謎解き終わってると答えは探し終わってんのよ お前がガシャガシャガシャやってる間にビニール袋とかはね、うん、ポップコーンはしょうがないもう下からすくったらそうなるからポップコーンねいやそればっかりやったら怒っていいけども嫌や,やけどでもほんとんかさこの書き方ってほぼ粒やったみたいな <laughs> そこまではないやん全然いや半分ぐらい粒だったんじゃ半分粒は返金対応してもらうべきやと思うけどいやしてもらった方がいいと思う俺も上田ベーさんは もしそうなんやとしたらね、うん、まあと映画マナーは俺もでも気になるなうるさいね変なタイミングでトイレ行く人とかねあれも嫌よね変なんて、うん、今じゃないだろうっていうねそうそうなんか分かってるやん<え>ってかお,お前を損するよっていう<え>そう一緒に見てるんやからさうん、うん、その限界もうちょっと我慢できんやったみたいな人うんあとあれねあの寄席の劇場の寄席出番で出てって <laughs> あのあれね「あのどうも」って俺らトップ出番でライブが始まる一発目の出番で出てて「どうもトランジャさんお願いします」って言って顔を上げたら寝てる人ね <laughs> 意味がわからないもうその何をしに来たのしかも結構いますからねから意味がわからない絶対男性ねそしてで割となんか見やすいところにいるんですよその舞台から見えやすいの舞台なと座ってしかもなんかコ,コトンコトンとかにグワって寝るんですよ後ろにっよ、ね、ひっくり返って。 あん,ま見てあんまねそのやっぱいる目立つめちゃくちゃ、うん、やっぱこうでも結構いるんだよなっていうところねあとあれねあの,その映画館の席のあのちょうど自分の財布の大きさだけすっぽり落ちていくあの隙間ねい、えー、ってあれんで俺の財布だけそんなすっぽり落ちていくんっていうあの隙間ね肘置きと椅子の あれ何なんマジいやそれは知らんよ設定されてるやろそういうふうに関係ないやんその人と人のマナーじゃないんで入っていくやそお前がイラついてやんあとあれね映画館出てあのなんか靴入っとんなと思ったらポップコーン出てくる時に <laughs> いやそれはある最悪それはあるね言うてくで中見たら粉々なんで <laughs> あれ気づかんよねあのパンって明るくなった瞬間にさこことかたまに胸元とかにめちゃくちゃなんかすぐ落ちた あれ結構バター醤油とかって結構油つくんよなあとあれねポップコーン置く台持ってきてあのドリンクホルダーに入れてそこに後で直そうこれ取っときたいと思ったらチケット置いとって映画終わったらそのまま捨ててしまうことね <laughs> いやそれを何でチケット捨てるのは別にいいんじゃないあれはひどい何がしたいそのチケットじゃ取っときたい,きたい思い出としてえよお,<前><れ>お前ファイリングとかしてるタイプいやでもういいと思ったタイミングで捨てたい どのタイミングでに入れとって3か月後とかに「ああこれ見たなもういいよもいいう」って言ってせたら <laughs> 知らんってお前が入れてるだけなんかいい思うとはならんやろいいよもう何いい,何い,い粘り強いね,ねって思う何が粘り強く俺の領収書入れの中に入ってくるから入れときたいんや粘り強いねと思うけどもあるんやそういう思い出としてみたいなのがそうなんでペンスキーさんもビニール袋だけ怒っていいのそれビニール袋だけらしいっすよはい ただねその3忘れてください怒ってません怒ると逆にこちらが怒られますとかは書いてますその3に対して読めてんだよそこまでそこまで読めてだって怒りのメロディーって書いてあるからずるくないと思ったよ俺はそのもうこれ出したんだったらもうそそうう怒られるもう行くしかないそうそう覚悟ないとこっちも読むしかないんだからそれはそうよでもありがとうございますありがとうございますメロディー今日もということで本編スタートです KOR トランジットのどこでもラウンジ AOR トランジットのどこでもラウンジ改めましておはようございますこんにちはこんばんは本日もよろしくお願いいたしますお願いますえー、きちゃんさんからね、えー、メールが届いてるんですけどもう、えー、きおちゃんさんはもうおなじみあのお父さんが奥様にべったりというああはいはいはい、はいえー、それでねいつも相談してくれるということなんですけどもはいえー、今日も来ました、はい、母がとうとう父との毎日べったり生活が 辛くなったので、うん、先週から週1日は母とは別行動するという決まりができましたおおよかったよかった母は早速友人とランチに行くと楽しそうにしていましたランチの日はたまたま私が有給休暇で家にいたので母のいない家で父がどうしてるのかなと覗いてみたところテレビもつけずぼーっとしていて<へ>食べかけの味好みのおかきを何度も ポポロポロこぼしていましたおもろいねパークゴルフにはまだ行ってないようですと言ってよ報告が来ましたえなんでその奥さん以外と遊びたくないの逆にいやだからもう好きすぎるんよもうで自分が独占することによって奥さんが他の人に会うのも避けたいとはあ独占欲がもうとんでもないぐらいあるお父さんもうこれ聞いてる限りはやばすぎ うん、もうしょうがない、もうしょうがない。だから、これさ、珍しいの、この娘に行くパターンでもないっていうね、<ー>これがすごいことなのよ、ね、結局。有給休暇でさ、家にさ、娘さんいるんなら、たまにはなんか、二人出かけてみるかとかなってもいいところを、心ここにあらず、魂が抜けたように、ボロ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 。完全に。 いましたわ酔っ,払っなんか前に吉本の社員さんで酔っ払ったらいいめちゃくちゃおかきとかお菓子食べるけどほとんど口に入ってないて社員いたわ。食べられてないねす安い、うん、は見たことない80円ぐらいのチューハイ飲みながらロング缶のしかもサイダー味のどこの企業ですかそれを出してるのはっていうもう今います福の飲みながらお菓子を半分以上口から落とすという。低水状態だだからまだね笑えるけども、うん 今回の泥酔せずにテレビもつけずボーっとしてる味ごのめてないやんそれ入ってないんだからだって口にだからもう喪失感に苛まれてしまっている状態。ああああああやっぱこれはもうまだそうしてしまったのは正直奥さんのせいやけどねえそれはそうでしょだって今何歳少なからずまあ40代50代60代なわけでしょそれまでこれをほっといたってそれ当たり前の生活にしてしまったのは奥さんですから今になってそれは当たり前じゃないよとか言われても でもほらお仕事をその退職されてからとかじゃなかった確かそうだだから60歳でそこで多分お母さんびっくりしてんのよあこの人仕事なかったらこうなるんだってそう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 からそういうパターンだからもうやばいんじゃないじゃあもう働いたらいいんじゃないいやまあね絶対それがいいよもう働かせるというその働かせる方に促すうんうんいいんじゃないパートでもいいしそれが趣味になる可能性があるじゃん 結構ねいますしねそうやってパークゴルフ代を稼いで来てくださいよ、うん、でお母さんと行ったらいいね思い切ってその味好み工場とか行けばいいんじゃないもう, <laughs> もうそんなに好きならそんな味好み好きとは書いてないか奥様がよく行くランチで働くとかねもうそれ,それでいいんじゃないもうそれでいいんじゃないいや,変じ,ゃないいや変じゃないよ変じゃないっいやでも奥さんは別にその行く行く詐欺で行かんとけばいいだけだ行くよっつって働くのみんなそしたらまた怒られるんじゃない、うん 旦那様かわいそうにもうこれはすごいねちょっと会ってみたい話とか聞いてみたらそうねどれぐらい好きなんですかお父様って<ー>うんそのこの愛の形が実はとんでもなく素晴らしいものなのかもしれないしからない奥様がもうすごく妖艶な方で引きつけるんじゃない、うん、もう意識してないうちにちモテるパターンねそうそうだからその嫉妬しちゃうというパターンはあるかもね下手したらね<ー>きよちゃんさんさのそ 絶対一緒に寝てるもんね夜とか絶対いや寝てるよ絶対寝てるよすごいわだからそこもちょっと我慢してんじゃないお母様もちょっとやっぱりもう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 いいみたいなはあベタベタした方が多分別れるからね多分離婚率高そうだもんいい距離を取っとかないとまあそのどっちかの差ができちゃうとねすれ違ったりしちゃうから何回見てきたあんな仲良かったのにっていう夫婦の離婚おしどり夫婦離婚。ああちょっとまあ まだ先思いやられるんでもまあ清ちゃんさんちょっとまた方向でこれから冬だからもう家出ませんよ <laughs> うん寒いんだから出ないですもう家は春まで待ってください花見のシーズンまで 1> 週1日は別行動するという決まり方 <laughs> <laughs> うんお願いしますそれあれよその,そのクラスで小学校の時にこいつら仲いいけど席離そうのやつよそれもう。 それ以来よ話されるのそんなルールマジでなどういうことなんやろかわいそうにょとまたキョウちゃんさんなんか動きあったら教えてください経過報告お願いしますよろしくお願いしますキングオブレディオトランジットのどこでもラウンジで、えー、ハブスピングルさんからもいただいております、ね。あるです。 えどこででもラウンジでサウナのお話しされてましたね、はい、えサウナのあのみんなで耐えてる感じが苦手で経営していたのですが <laughs> 新さんが行かれたサウナにはぜひ行ってみたいと思いました、うん、貸し切りやけんねそうねあとなんとなく異性と行くのはプライベートサウナでもまだハードル高いです<ー>サウナ好きの先輩と同居を誘ってみますとおお<ー>いやこれでも異性と行くのめちゃくちゃいいよねサウナで<ー>あんな一番。 ななんかかいいいいい。デートじゃゃとか思っちうははまあでもそのグループでとかも多いよね。そうそう。22とか。絶対楽しいと思うよ。2 2三三。あ、まだ経験が。ないよ、ね。ああ、そうなんすね。はあるんお前。いや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 。お前それやばい。俺結構やりたいけど、全然全然そのなんかなかなかなんか。 行く機会もないし。全然、全然。いや、全然、全然、全然、何いや、全然、僕、僕もまだですよ。まだですよ。まだって何だえ、予定があるってことあ、もう、はい、予約があるだけで、もう。は多分、それはもう、それはすいません。何いつよすいいや、それ言わないですよ、それは。ってよ、それはね。まあまあ、12月ですよ、それは、12月。はい、もう、まあ、予約までもう終わってますし。それは、はい。行くの確定ってことあ、らしいっすね、なんか。いや、らしいするって何なんいや、らしい、それはだってどっちが誘ったかだけ教えて。あ、もう、同時で。 何それせーのでポンと。せーのでポンサウナ行こうないやん。はい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 。もう仲いい集まりというか。もう日頃飲んでるメンバーで行きますね。はいはいはい。それはその、だから何関係の人まあ一人は芸能関係。えまあそれははい。で一人は保育士さん。え一人営業マン。4人っすねこれ。営業マンは男性。はいはい。で2二ってこと二二っすねこれが。もうしょうがしょうがないも決まっちゃってるから俺は。 エロ展開やん。ごちょっと嘘つきました。はあの、えっと、一二です。はい ?12 です。一二？はい。どういうことですか一二って。あ、二二じゃなくて一二です。どっちが一ですか男が一です。ははい。あの、僕一人です、男。お前のみはい。あの、ちょっと今、ちょっと恥ずかしくなって、もう一人営業マン。はい、つきたいます。え、何嘘の営業マンえ、気も嘘やはい、一二で言ってきます。え、何嘘の営業マンはい。これあります。一二で予約がちょっと、はい。はありますそれはもう。 絶対お前から言ってるやん。いやいやもう、僕は逆にサウナこんだけ言ってる人好きじゃないと。好きじゃない。だから、言うわけなくないですか。誘われたってこと。ああ、まあそうなるんかな、でも、形的には。そう、しょうがないもんね。保育士は嘘じゃないよね。保育士は本当です。保育士は本当です。ただ、僕と保育士めっちゃ仲良くて、飲み行ったりしてました、二人で。で、あの、普通にも、俺一個上なんですよ。で、友達。で、その女性も、一個上の友達、一個上の友達。で。 その女性同士がまさかのめっちゃ仲良かったんですよああそのパターンねそうそうで僕もその芸能関係の方も仲良かったんであもう3で3人飲み行こうで飲みの場で「じゃあもうあそこめっちゃ良かったなあのサウナ」って言われて「めっちゃ良かったよ<ー>行こうよあそこあいいよ行こうよもうこの人つうラリー本当に <laughs> たったつラリーいやいやでも浮かれてるわけやん、うん、気持ちがめちゃくちゃね <laughs> すごいさ、はい、えそれでも出さんやったってことあもう全然出さん全然だけどでも帰ってすぐ電話しよう予約しましたも <laughs> <デバ S 2> <laughs> すぐもうこの日でお願いします。もうこの日でお願いします。え、もう予定も珍しくないその会話でさ、予定までバッチリ決めるの珍しくないあの、やっぱ皆さん忙しいんで。あ、もう絶対合わせていこうよって。はいはい。絶対この日だけはと。はい。え、お前さ、え、大丈夫それ。はい。あの、夜12時から。いや、ダメじゃない大人の時間で。ダメじゃないはい、大人の時間で行かせてもらいますよ、これは。いや、俺もその、あんまこんな言いたくないけどさ。 そ追ったつやん。おったつやろお前見たことない,い,やいやだからマッパじゃないからおったつんやんあ俺マッパのがおったつもんだって <laughs> それはそうでしょ俺はマッパロがったつもんそれは確かに人それぞれかもしれないけどそうでしょそのいや <laughs> だ俺だって俺40か50でブーメランパンツはいていく <laughs> もうガチガチに。 もうガムテープで止めて。お前持って行くなよ、お前。その形見えるやつ。ガチガチに持ってきます、それは。やばいわ。うまそうでしょ。むちゃくちゃに、その夢やん、そんなあ、いや、俺は日常。日常じゃねえよ、お前。俺全然。初めてやろ、お前も。全然日常。いや、絶対だって水着よ、向こうは。ああ、そうなんや。そうやろお前サウナでマッパやと思ってた。俺マッパやと思ってた。俺は。うわ、ちょっと結構本当に羨ましいかも。いや、これはもうしょうがないです。すいません、申し訳ない。これ、 これれははしょうがないですそ,どうどういう何その友達の関係でとどまってるわけそれはそうですよだもうもうもう,もうだってお二人はもうだってもうすごいんでもうお相手もいらっしゃるしそれはああ,そあもちろん大丈夫そのお相手もいるのはお前一人ですあだからそうバチバチ <laughs> それはそうですよバチバチよ <laughs> <laughs> はいもうそれはしょうがない バチェ戦闘態勢向こうは付き合ってるとかなって、はい、こっちはサウナ行ったことあるで戦うってことそうそうそう,そう <laughs> でこっちはあわよくばで行ってるっは, <laughs> はい向こうはガチうわい,いえそ,それはお前もう連歩しろよ絶対あまあ、あしてもいいですけどそれはだって俺だって聞きたいもん <laughs> だからダイエットも始めてますし そそう、れ向けてのねいいやや、間に合わんって間に合わんってお前一応今2.5ぐらいなんでその前にはやっぱ8 2キロ以下にはやっぱりそれ目標低くしときたいなっていうのはありますど目標が低いあそんなみんなか、ステータスのハードル高いみたいなお前初めてやんだってお前もあ、そうそうだからうわっとかなかったねだから「おいこういこう」みたいな「あいいよ別に動こう」みたいなこういうやつが一番追っ立ちます

で、もう一方が170何歩えちょで私が175はいし知らないですあなたの信じま守りますだから僕が、ま、守ります え、そのモデルさんとかじゃないああ分かんないですけど分かるやろそれ分かるかるやろ何されてる方がかるもう身長言いたいってそういうことやんけお前よがりたい絶対イメージできるじゃないですかそれはまあでも保育士一人は保育士さんやもん一人は芸能関係じゃないっていうそれがすごいなお。あうじはもうガチ素人ですああガチガチのガチ素人この場合の素人ちょっとややこしいぞお前いやでも本当に本当に はいはいはい持ってるもんでも素人もんですしです素人もんっていうのやめてそのエッチな動画なんかなって思っちゃうからそれあなたが素人もそとなってかいやいやそれはそうやんでもサウナなんて夢展開じゃないくねレポだけしますんでいやそれはマジお願いだからそれは俺が整いすぎて帰ってこれんかった時は無理よそれはもうそれを整いすぎてぶっ倒れる整いすぎて永住とかあるけどそこに それはわかんないですけど鼻血とか出てぶっ倒れる可能性あるちなみにだって俺長く入るの苦手なんでうん、そうだよねそう いやでもお前だって頑張れるよお前だってそんなお前まあでもその日の仕事はまあ頑張れるでしょうねもう心ここにあらずやってると思うんで今日かなと思ったら今日って聞いてください俺がこいつ心ここにあらず今日行きそうやなと思ったらああそうやな当てたいなえ仕事終わりではあるんやだって12時なんでそうか仕事終わり何の仕事かによるななんか空回ったりするんかななんかいろいろわからんけどまあでもあくまでも友達なんで いや向こうが思ってることねお前がそのスタンスでお前はギラギラやん友達なんで向こうが友達だからいいと思ってるだけでなってるか分かんないっすけどそれはまあ今でも普通だからね男女でサウナはもう普通じゃないって全然普通なんでちょっと気合入るってことああええそうなんですお前もう腕回してるやん全然全然バキバキよお前目一応だからあのサウナえっと男女 男女、うんえー、着るものとかを調べました。ちょっと <laughs> どんな感じのを着ていくのか気水着しかないやろお前、はい、何があると思ってのいやじゃ派手すぎる水着嫌なんですか買いパンみたいなのはいや買いンでいいよ別にいやいやいやそれはもう12万の買いますけども気合入れていきますめちゃくちゃ気合あんま聞いたことないね女性側がさ水着で気合入れるとかなら分かるけど男性側が水着気合入れるのはあんま聞いたことない、はい、車もありますけどももうその高めのやつもレンタカーもしますしワナンバーワナンバーダサいって <laughs> 高めのワナンバーダサ すぎるやろお前。全然はい全然全然じゃないから。うわちょっとこれはハブスピングルさんのメールでこんなことになると。まあ,まあでもごめんなさい日常なんであんまごめん面白くない今話でしたけどずっとごめんなさい申し訳ない。<laughs> いやいやすみませんすみません。せんお前それでお前、はい、今日はちょっと読まないですけどはい、はい、次の見たラジオネームがムッツリイップス。<laughs> <laughs> ちょっとこれ来週に読みたいと思いますけど<ー>ハブスピングルさんいやぜひちょっとでもなんか新たいく普通みたいなんで普通よハ,ハブスピングルさんちょっと誘ってみてください、うん、男性ハブスピングルさんはいや女性なんじで女性、うん、女性の方だったら、ね、女性から誘う分にはいいんじゃないですか男性からは誘うる絶,絶対嬉しいよ女性から誘われたら<ー>激烈イベントだもんだってそんなん、うん、行きたいもん俺もでしょ、うん、ハブスピングルさんとも行きたいと思うああいいじゃん行ってくればいい <laughs> 予約する何で予約してくれるお前が。生半可な気持ちで言うなよって。かわいそう、ハブス・ピンブさん。本当そう、本当そう。ごめん、それは。ハブス・ピンブさん、すみません。期待したよ、今。勝手に期待したとも、期待もしてないかもしれんしね。勝手にこう、よく来るまでメールは素人もんですけど、大丈夫です。素人もって言うのやめて。素人もの素人もんじゃない、素人もの。素人もんでも、ものでも一緒や、お前。メールありがとうございます。エンディングです。 すみませんねちょっとなんか最後まさかの展開だったんでちょっと長くなっちゃいましたけど、うん、ちょっとこれは12月、まあ、X で以降はちょっと収録楽しみにって感じっすねレポだけはちょっと俺がまずこの日そうだったっていうのを俺が選んどきます、うん、で12月のその月末あたりにその日を発表して答え合わせ、うん、これちょっと一首好きにしてください12月の企画にしようかなと、はいうん、あらた <laughs> あらあいつおったったのか <laughs> っていう企画はいはい、はい、こ,れこれはちょっとしたいなと思いますんでちょっとその場にいればね俺がいや整って帰ってこない可能性もありますから、ね、それ何<中>えそれが分からんのよその空気が好き整っていない場合みたいなのが俺気づいたんですよサウナってあの個室いやプライベートは好きってことに気づいたんですよ 人がいるのが嫌なんですよだから他にねそうだって何にも整わないじゃん整うよお前いるんだもんムキムキの人が頑張ったりとかしてう俺知らない人の裸がいっぱいいて俺何も整わないでそわそわするんか集中しろって自分の世界いやそないそんなもんあるから別にうわここ誰か座ってたんやさっきまでとか思うのが嫌なんですよそんなん気にしだしたらお前まあでもそうやねプライベートセンボルマンプライベートセンなんマ俺プライベートサウナしか行かないはい行かないからこいいかっこかっこいいかっこいいかか かくないから別にに本当に、うん、ちょっとこれ楽しみにしておいてください皆さん。俺絶対当てますんで。うん、ぜひ今後でもちょっとメールお待ちしておりますんで送ってくださればなと思います。メールアドレスは KOR.RKBR.JPKOR.RKBR.JP までお寄せください、えー。たくさんお待ちしております。ということでまた来週お会いしましょう。さよなら。サウナ行く途中に俺がテンション上がりすぎてめっちゃ運転席で踊ってる可能性あります。<laughs>